はい、まずはレンコンをアク抜きをして細かく切っていきます。はい、これを油と少量のウェイパーで炒めていきます。はい、ここに刻み揚げを入れて、塩コショウで下味をつけていきます。はい、ここで香ばしく火が通ってきたら大葉を入れて香りを出していきます。はい、全体に火が通ったらここで水溶き片栗粉、これをとろっとさせていきます。はい、これでとろみが出て香りが出たらカップに入れて完成です。レンコンのとろしゃき中華味、お弁当にどうぞ。